休日飲み物を買いに自販機まで行ったら、共有スペースに伏黒がいた。いつもは俺が絡まなければ挨拶ぐらいしかしてくれないのに、今日はなんか違くて妙に俺の方をチラチラ見てくるんだけど、何俺なんかついてんのかな。伏黒さん、なんだ。いや、なんでもないっす。じゃあ俺部屋戻るから。そうか、なんかめっちゃ寂しそうなんだけど、なんか用事とかあった？いや。あ、そう、じゃあまた。うん。あー、もうなんなのさっきから、捨てられた子犬みたいな目で見ないでくんない？罪悪感湧くんだけど。な、そんな目で見てない。そこはどうでもいいわ。なんかあんの？怖いんだけど。実は五条先生にバウリンガルをもらったんだが。バウリンガル？ああ、犬の気持ちが聞けるっていう機械だよね。ずいぶん前に流行ったって聞いたことあるけど、それがどうしたん？その玉剣に使ってみようと思うんだが。ん？一人じゃ使えなくてだな。え？一人じゃ使えないってどういうこと？ほら、いざずっと一緒にいた玉剣の声を聞くとなると緊張するだろ。はあ？それだけ？それだけってなんだ。え、つまり一人じゃ緊張しちゃうから、僕と一緒にいてくださいってこと？かわいいな、伏黒君は。うるせえ。いいじゃんいいじゃん、俺も使ってるところ見たいし、一緒にいてあげるよ。くそ、やっぱり釘先にしておけばよかった。いや、釘先も同じような反応だと思うけど。それでこれなんだが。早速だな。よほど早く使いたかったのかな。伏黒って変なところでビビリになるよな。この首輪の方を玉剣につけると、玉剣の気持ちを読み取って、こっちのたまごっちみたいな機械で音声で読み上げてくれるらしいんだ。すげえ、実物初めて見た。まあ別に信じてるわけじゃないが、当時は意外と流行ったらしいからな。別に信じてるわけじゃないけど、やってみてもいいかなって。2回言った。これは実はすごい信じてるパターンだな。よし、じゃあ早速玉剣につけてみようぜ。ああ、出てこい玉剣。よすよす、じゃあおとなしくしててね。はい、首輪つけたよ。じゃあ電源を入れるぞ。伏黒めっちゃ緊張してる。電源入ったな。よし玉剣、思ってること全部言っていいよ。ドキドキするな。一体どんな性格をしてるんだろう。うー、暑いわマジで。ちょっとこの怪我はどうにかしてくれない？っていうか、なんなのこの首は、鬱陶しいんですけど。マジ気分最悪。え、これマジ？壊れてないよね？玉剣ってこんな性格してたん？マジで JK じゃん。嘘だろ。伏黒めっちゃショック受けてるし。何これ、私の言ってることわかんの？すげえ、マジマンジ。マンジはもう古いよ。マジか。玉剣ってもっと爽やかな好青年的な印象を持ってたんだが、こんな JK みたいな性格してたのか。いや、何ショック受けてんだ俺。それでも俺とずっと一緒に過ごしてきた玉剣には変わりないだろう。玉剣、俺はお前と話せて嬉しい。初めて会話したんだ。いつもよりたくさん撫でてやろう。ちょ、ご主人それマジでやめて、毛並み崩れる。そんな JK の前髪じゃないんだからさ。ごめん、伏黒が撃沈した。ねえ、それよりさ、野原ちゃんいないの？野原ちゃん、私女子トークしたいんだけど。釘先ならいるけど。マジで超アゲなんですけど。超アゲ、もうやめて。伏黒の心が持たないから。いや、これが玉剣の本来の性格なら俺は受け止める。おい、ご主人、さっさと野原ちゃん呼べよ。はい。うおお、伏黒しっかりしろ。ちょっとあんたたち何やってんのよ、騒がしいわね。っていうか今誰か私の名前呼んだ？女の人みたいな声がしたけど。釘崎、伏黒を助けてくれ。え、いやよ。即答？話ぐらいは聞かない？あ、野原ちゃんじゃない、おつ。え、何今の、どこで誰が喋ってんの？実はカクカクシカジカで。
これが玉剣？今日もあげてこう。そりゃ伏黒も撃沈するわ。野原ちゃんと私はずっとも。何この子、可愛いじゃない。ちょっと伏黒、何落ち込んでんのよ。飼い主ならペットの性格ぐらい受け止めなさいよね。式神をペットと言っていいものなのか分かってるけど、衝撃がすごすぎてだな。うんうん、分かるよ伏黒キュン。ドンマイ、うるせえよ。っていうか玉剣、俺も友達だよね、仲良くしよう。ほう、イケメン以外はお断りなんだけど。勘違いしてんの、マジウケる。この機械偽物なんじゃないかな。イタドリ嫌われてやんの。うるさいな、こんなの。伏黒、こんなの玉剣じゃない。ちょっと、こんな機械壊してやる。安物だし、うさんくさいと思ってたんだ。めっちゃ信じてたよね。うるせえ、とにかく壊してやる。ああ、ちょっと待って。五条先生、ちょっと、どこから出てきたのよ。いやごめんごめん、実はそのバウリンガル、偽物なんだよね。これはただのスピーカー付きの機械、僕がマイクを通して好き勝手話してたってわけ。はあ？じゃあ、あのギャル JK みたいな喋り方は五条先生の仕業だったの？そうだよ。いやー、めぐみったらめっちゃショック受けてて超面白かったね。ひってー、伏黒めっちゃショック受けてたのに、俺怒られても知らないよ。そうよそうよ、言ってやりなさい伏黒。よかった、めっちゃ安心してる。怒る余裕がないぐらい玉剣の性格にショックを受けてたのね。いやー、ほんとごめんって。まさかこんなに面白いとは思わなくてさ。ってことで、はいこれお詫びね。何ですか。何って、本物のバオリンガルに決まってるじゃん。本物があったの？あるなら本物を渡しなさいよ。何それ、最初から渡したらつまんないじゃん。五条先生ってこういうところあるよな。どうりで結婚できないわけね。なんか言った？じゃあもう一回使ってみるぞ。伏黒がまたソワソワしだした。懲りてないわね。これでまた JK みたいに喋り出したらどうすんだろう。玉剣の性格僕も気になるから、一緒に見守ってよっと。玉剣、今度こそ思ってることを話してくれ。ご主人様、何かご用ですか？うおお、玉剣っぽい。ぷっぷー、ご主人様だって。あんたちょっと黙ってなさいよ。はい、すみません。玉剣、伏黒めっちゃ嬉しそう。せっかくだし、何か言いたいことはないか？おお、いいわね。初めての会話だもんな。ご主人様は今までで一番優しい方です。玉剣、くう、何この子、めっちゃいい子じゃない。俺はたくさんモフモフしてくれるの嬉しいです。本当に毛並みとか気にしない？さっきの偽バイオリンガル引きずってんね。気にしません、とても気持ちいいです。よすよす、かわいいやつめ。玉剣、私はとてもいい匂いがします。分かってんじゃない、たくさんモフってあげるわ。ちょっとずるい、僕も撫でてあげたい。あなたはダメです。は？なんで？ご主人様が小さい頃よく泣かせていたので。ウケる、五条先生伏黒の敵認定されてる。はあ？僕ももふりたいのに。ねえねえ、玉剣は伏黒の一番最初の式神なんだよね。ああ。じゃあさ、伏黒ってどんな子供だった？おい、虎取り。よく自分を抱きしめたまま眠り、朝には枕にされていました。枕？かわいそうに。覚えてない、悪い玉剣。いえ、とても可愛かったです。へー、伏黒の小さい頃を知ってるって、まるでお母さんやお父さんみたいね。ちょっと、僕だってめぐみの小さい頃のことたくさん知ってるよ。僕が遊びに行くと超喜んだんだから。過去を捏造しないでください。違います、ご主人様はとても迷惑そうにしていました。はぁ、ちょっと喧嘩しないでよ。五条先生は玉剣と仲良くなれなさそうね。そういう野原だって猫派だって前に言ってたよね。ギク、そうなのですか？違うのよ玉剣、どっちも好きだけど、強いて言うならって話で、なんで距離を取るわけ？猫派は敵です。ええー？
受ける。釘先、あんただって猫派だって言ってたじゃない。俺大型犬なら犬派だから。玉犬は大型犬じゃないでしょ。どう見たって中型よ。いや大型犬でしょ。式神なんだから大型犬も中型犬もねえよ。喧嘩やめろ。それより玉犬、何ですかご主人様。いつも世話になってるし、何か欲しいものはないか。おお、いいわね。ジャーキーとかね。ジャーキーもいいですが、新しい骨のおもちゃが欲しいです。いやお前、噛む力が強すぎてすぐダメにしちゃうだろ。普通の犬用のおもちゃじゃな。それでは本物の骨はどうでしょう。本物の骨？ちょうどここに頃合いのパンダがいますよね。あのパンダはパンダだけど骨入ってないからね。っていうか頃合いって何？あのパンダ食用じゃないから。非常食ではないのですか？違うわよ。そんなこと思ってたの？悪いな玉剣、パンダ先輩の骨をあげられないが、イエリさんに余ってる骨がないか聞いてみる。絶対にダメだよ。その後玉剣と話せたことがよほど嬉しかったのか、伏黒が本気で本物の骨をあげようとしててめっちゃ面白かったな。結局玉剣にはすげえ高級なジャーキーと固めのおもちゃの骨をプレゼントしたんだけど、おもちゃの骨はやっぱりすぐに破壊されちゃったんだって。さすが式神様だな。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ、他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。